はい、どうもこんにちは、つきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、ノーションの使い方ということで、目標をですね、確実に達成するための具体的な使い方について、解説をしていきたいというふうに思います。これまでですね、数々のノーションの動画を撮ってきた中で、習慣トゥードゥですね、こちらのテンプレート作成の動画非常に好評いただいておりまして、非常にですね、嬉しく思っているんですけれども、実際にですね、じゃあそのテンプレートを活用して目標をですね、達成しようと思ったけれども、なかなか目標を達成することができないというですね、悩みをですね、お持ちの方もいらっしゃるかと思います。そこにはですね、やはり目標設定の仕方とですね、実際のその目標達成するまでの使い方っていうのはですね、やはり工夫が必要になっておりますので、今回は実際にですね、私がその YouTube の登録者数を伸ばす上で使っている、習慣トゥードゥのですね、具体的な使い方をですね、解説していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。では、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速解説をしていきたいというふうに思います。まずはじめにですね、こちら画面に出ているのが実際に私が使っているホーム画面になります。で、その中にですね、実際に目標達成するためのポイントが大きくですね、3つあるという形になります。まず1つ目はですね、こちらです。こちらにありますワンイヤーゴール、1年間のゴールというのを入れています。そしてですね、1年間のゴールに対して1ヶ月区切りでゴールを設けています。それがマンスリーゴールというものになります。で、このマンスリーゴールに対してそれをですね、1週間ごとの実際の行動予定ということでウィークリートゥードゥっていうのをですね、入れるような形にしています。なので1年間のゴール、1ヶ月のゴール、実際に1週間でやることっていうのをですね、この一覧で見るような形で管理しているというものになります。まずですね、このように、一覧化されている方がですね、実際にあっちこっちページを見るのではなくて、一目でですね、こちらの方がわかるようになっているので、このですね、一覧化するっていうのは非常に大事なポイントかなというふうに思っております。はい、そしてですね、実際に私が目標達成をするために活用している本というのが、こちらの、やり抜く人の9つの習慣という中に、ある学びになります。はい、そのですね、本の中で書かれている中でも非常に大事なのが、目標に具体性を与えるということですね。で、具体性を与えるというのはどういうことかというと、これはですね、こちらにあります。目標は曖昧な言葉ではなく、具体性を持たせることが大事だということです。例えば、痩せるっていうのは、×もしくは三角になりますね。そうではなくて、5キロ痩せる、このような形で具体性を非常にですね、持たせることが大事だよということです。そしてですね、もう一つ大事なのが、こちらにある現実的な目標にするということです。これ例えばですね、私が今現在 YouTube 登録者数が1000人なんですけれども、じゃあ例えばですね、1年で YouTube 5万人にするっていうのは、正直これまでの経過から考えると結構非現実的な目標かなというふうに思います。そうではなくて、実際に今の現状の伸びるスピードで考えると、月にですね、100人から200人、YouTube が伸びているということを考えると、1年でですね、YouTube を1000人まで伸ばすっていうところであれば、比較的現実的な目標かなというふうに思っています。目標をですね、達成するための具体的な方法の中でも非常に大事なのが、ここですね、現実的な目標にするということです。実際ですね、目標がなかなか達成できないっていう方はですね、その自分の本当に限界以上のですね、その目標を設定しているっていうことも中には考えられますので、まずは自分が、本当にギリギリ頑張ってなんとか手を伸ばせば、実際に、到達できる目標っていうのをですね、設定するのがまず大事かなというふうに思います。そしてですね、もう一つ大事なのが、目標までの距離を意識するということです。これ本当に大事なポイントでして、特にですね、このフィードバックで目標との距離を確認するっていうのが大事だよということです。例えばですね、上のようにアウトプットした結果を見ずに次の行動に移る。行動量っていうのはですね、非常に大事なんですけれども、
やはりですね、下のようにアウトプットした結果をですね、きちんと分析して、実際にですね、自分が思った通りの、結果になったのか、数値になったのか、それともそうでないのであれば、どういうふうにしないといけないのか、このような形で改善点をきちんと明確にした上で、次の行動にその改善点を生かすということが大事だということです。で、このようにすることで、その常にですね、自分が目標としているもの、そこまでの距離っていうのが、どんどんまあ近づいていくのか、それが、例えばですね、なかなか近づかないのであれば、どうしないといけないのかっていうのをですね、考えながら取り組むことが大事だよ、というようなことになります。はい、先ほどまでですね、解説をもとに、こちら見ると、よりですね、まあ伝えたいことが具体的になるかなと思います。まず最初にですね、こちらワンイヤーゴールのところがあるんですけれども、先ほどですね、目標っていうのは現実的な目標にしないといけないよっていう話をさせていただきました。現状私はですね、YouTube のチャンネル登録者数が1200人で、だいたい1ヶ月にですね、100人から200人ぐらい今伸びるような形になっています。ですので、この1年後という目標で考えると、だいたい YouTube 5000人っていうのが妥当な目標じゃないか。っていうような形で、まあ現実的な目標を設定したということです。で、その1年後の目標に対して1ヶ月のゴールっていうのを、まあ1ヶ月きりですね、やっていく形にすると、まあ大体ですね、現状1200人ぐらいなので、そこからプラス100人目指していくっていうのが、妥当な1ヶ月の目標じゃないかというところですね。で、これをマンスリーゴールに入れているということです。じゃあ1ヶ月100人伸ばすためにどういう行動をしようというふうになった時に、まあ YouTube は1ヶ月に新しいのを5本投稿しよう、TikTok は新しいのを5本投稿しよう、このような形で YouTube を100人伸ばすためにやる行動として、まずこの行動プランというのを作るということですね。で、そこまでですね、マンスリーゴールまでを実際に計画した上で、じゃあ実際に6月どういうふうに落とし込むかということで、実際にこの5本投稿するためにどのようなタイミングでそれぞれですね、準備をしていくのかっていうのを、こちらですね、習慣トゥードゥに落とし込むっていう形にしております。で、様々なですね、習慣トゥードゥの作り方あると思いますし、私がですね、この習慣トゥードゥのこのテンプレートを活用している理由は結構ありまして、この習慣トゥードゥだと何か、例えば、イレギュラーな事態があって、今日予定していた、計画ができなかった時にですね、移動を簡単にできるということですね。例えば、この6月6日に、この YouTube ですね、アイデア出し、原稿を作る、撮影する、例えば、編集する、投稿する、これがですね、丸々できなかったとした時に、どっかでリカバリーをしないといけないと。そうなった時に、このですね、部分だけをドラッグ&ドロップして、他のところに簡単に移動できるっていうところがですね、あるんですよね。なので、このような形でその変更しやすいような習慣トゥードゥにしているっていうのが非常に大事だなというふうに思いますし、1週間だけのトゥードゥではなくて、私の場合1ヶ月分を全部ですね、この1ページの中に入れているので、1ヶ月の中で融通を利かせながらできるっていうような形ですね。で、その中でも非常に大事なのは余白を作っておくっていうことです。私これ見ていただくと、こんな感じで、to do の1、2みたいな形で、まあ、要するにフリーですね。フリーの to do っていうのを入れています。で、基本的に平日はやはり仕事があるので、本業があるので、予定をですね、軽めにしているんですけれども、そんな中でも、例えば、有給が取れたとか、例えば何か今日仕事がそれ以上、それよりも早く終わったとか、定時で終わったとか、そういうふうになった時は、やっぱりいろいろと自分ができる作業っていうのがですね、時間が増えたりしますので、そういう時にもともと土曜日にやろうと思ってた、このタスクをですね、こっちに持ってくるとかですね、そういうことがしやすいんですよね。なので、こういう形で1ヶ月分を習慣トゥードゥでやっていくことで、融通がしやすいですね、スケジュールのですね、作り方っていうのができるかなというふうに思います。そしてですね、もう一つ大事なのは、その工程っていうのを細分化しておくことが大事かなというふうに思います。先ほどの話もありましたように、例えばですね、YouTube を投稿する前までには、YouTube の枠の中には、アイデア出し、原稿を作る、撮影をする、編集する、投稿する、これだけのですね、段階があります。その、なかなかですね、目標を達成できない、なかなか to do がですね、うまくできないっていうのは、ここですね、細分化がうまくできていない可能性もありますので、このような形で、自分が何かやりたいときにそれを細分化して一つ一つ工程をですね、この分解してですね、取り組んでおくことが大事かなというふうに思います。
ですので私の場合は例えばその YouTube のアイデア出しと原稿の部分だけをその今日やる、その翌日に撮影と編集と投稿するみたいな形で分けておくと、その実際にですね To Do をやるときに1日じゃできなかったけども2日3日ならばできるみたいな形で取り組むことができるので、このような形でですねやるのは非常にいいかなというふうに思います。でこんな感じでですね、私はできるだけその達成しやすい目標設定っていうのを心がけるようにしています。なぜかというとですね、例えば1ヶ月の目標、2ヶ月の目標、3ヶ月の目標、こういうふうにあったときに、例えば4月達成できませんでした、5月達成できませんでした、6月達成できませんでした。このような形になっていくと、結構もうやる気がそもそも萎えてしまいますよね。本当にちょっとまあ、そもそも達成できるのかっていうのが、なかなか自分の中で不安になってきて、それが行動に移せなくなってっていうことがあったりするので、できるだけ自分が達成しやすい目標に落とし込むような形で、それをですね、達成しやすい行動プランに置き換えるような形でやっていくのが非常にいいかなというふうに思います。で、私の場合はですね、実際に、その目標っていうのは1ヶ月に5本っていうのを目標にしてるんですけども、実際にそれ以上に作れるアイデア出しだとか原稿が作れたりしたので、先月はですね、10本ぐらい投稿することができました。このように自分が設定していた目標よりも、思ったよりも行動できた、さらに成果も上がったっていうふうになると、自分のモチベーションもですね、非常に上がってくると思いますので、どちらかというとその自分の心のケアも非常に大事なポイントだと思うので、そういう形で目標設定と行動プランをですね、作るのがですね、実際に目標を達成するために具体的なやり方としては非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はですね、ノーションの使い方ということで、目標をですね、達成するための具体的な使い方について、私なりのやり方をですね、解説させていただきました。少しでもですね、私のやり方が参考になればなというふうに思います。今後もですね、ノーションのテンプレートの作成のですね、動画も撮っていきたいとは思うんですが、具体的にですね、それをうまく使うための方法についてもお話をしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、今後の動画も、お楽しみにしていただけたらなというふうに思います。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。